ノードラー紹介内部のステレオ写真 C1860-80M ノードラー紹介は1846年に米国ニューヨーク市に創立された美術品ディーラー。2011年詐欺事件の後半中に閉店した。165年の歴史を持つアメリカが州衆国内で最も歴史のある画廊の一つだった。ノードラー紹介の起源は1846年に フランスの画商であるグーピル商会がニューヨークに出展したことに始まる。ドイツのバーデンビュルテンベルク州ガイルドルフの在の出で、あるマイケル・ノードラーは1844年にパリのグーピル商会に入社し、1852年にはニューヨーク店の責任者となった。1857年にはグーピルの米国における権利を買い取り独立し、 その後三人の息子もこのビジネスに参画した。1878年にマイケルが死んだ後はローランドがビジネスを仕切った。ノードラーは画商であるチャールズ・カーステアーズと共にピッツバーグ、ロンドン、パリにも出展した。当時のカーステアーズはオールドマスター絵画の画商としては第一人者であり、高い知名度と評判を得ており、コリス・ポッター・ハン・チントン、コーネリアス・バンダービルと、 ヘンリー・ハベマイヤー、ウィリアム・ロック・フェーラー、ウォルター・ P ・クライスラー・ジュニア、ジョン・ジェイコブ・アスター、アンドリュー・メロン、JP ・モルガン、ヘンリー・クレイ・フリックといった個人に加えて、メトロポリタン美術館、ルーブル美術館、デート・ギャラリーなどの美術館とも多くの取引があった。このようにして、ノードラーは、米国内の英国美術マーケットを独占する画商のエリートグループの一角に名を連ねた。 ノードラーは、ロンドンの画廊であるコルナギと提携し、コルナギが欧州の優れた絵画を見つけて、これを米国の金持ちコレクターに販売することで大きな利益を得た。ノードラーとコルナギは、ベルリンのマシーセン画廊と共に1920年代から1930年代にかけてエルミタージュ美術館にあった、低政ロシア時代のコレクションをソ連政府が 秘密裏に販売した事件にも強く関与した。ローランド・ノードラーが1928年に引退した後、会社の経営は、おいのチャールズ・ヘンシェルとカルメン・メズモア、チャールズ・カーステアズとその息子のカロール・カーステアズが引き継いだ。さらに1956年に、ヘンシェルが死ぬと、イー・コーカーとローランド・ベイリーが引き継いだ。1971年には、事業家で、 コレクターでもあるアーマンド・ハマーが250万ドルで買収した。5年後、ノードラー家の最後のメンバーであるローランド・ベイリーが会社の経営から退いた。1970年後半以降は主として現代美術を扱うようになった。1990年にハマーが死に2011年に閉店するまでハマー財団が経営権を握っており、 マイケル・アーマンド・ハマーがジェアマンを務めた。ガローはブロードウェイを皮切りに何度も引っ越しをした。1890年代までは34丁目付近の5番街のテラスハウス事務所を構えていたが、1911年にカレールヘイスティングズが設計した5番街556の新しいビルに引っ越し、さらに1925年にはマジソン街近くの東57丁目にある、 やはりカレールヘイスティングズ設計のビルに引っ越した。1970年には東70丁目19のルネッサンススタイルのタウンハウスの改装にもかなりの金をかけて引っ越した。ノードラーは1996年に150周年を記念した回顧展を開催した。そこでは例えば、ジョン・シングルトン・コプリーのワトソンとサメ・トーマス・イーキンスの 音楽、エドゥアールマネのプラムといった名作をコーコラン美術館、メトロポリタン美術館、ナショナルギャラリーを含む15の美術館から貸し出しを受けて展示するという商業画廊として画期的な催しだった。2011年に東70丁目のビルを3100万ドルで売却した。2012年には在庫していた美術品類の一部をオークションで売却した。 ナッチが戦争中に略奪した絵画に関する何件かの訴訟にもノードラーは関与している。1941年にローゼンベルク家からナッチが略奪したマティスの絵画はノードラーが1954年に入手し最終的には1996年になりブローデル夫妻によりシアトル美術館に寄付された。ゲシュタポが1944年に強奪したエルグレコの 真摯の肖像画作品も含まれる。エルグレコの絵画は、展示会カタログによれば、ニューヨークのノードラーが、ベニスの画商フレデリック・モントから買い入れたと説明されているが、欧州略奪美術品委員会共同代表者のアン・ウェバーによると、このモントは、デシュタポと一緒に暗躍していたという。いずれの絵画も訴訟提起された後に、本来の持ち主に返還された。 画廊の代表であったアンフリードマンは2009年10月、ロングアイランドの歌唱であるグラフィラ・ロザレスが絵画の贋作をノードラーに供給しているという噂が広まった、真っ最中に退任した。その後に判明したところによると、アンフリードマンが経営していた期間中の1994年から2011年にかけて画廊はロバート・マザウェル、ジャクソン・ポロック、 マークロスコなどといった画家の岩作を販売していた。フリードマンはこれらの岩作をロザレスから買い取っていたが、ロザレスはペイコールシェンキアンなる人物に制作させていた。キアンはニューヨークのクイーンズにあるガレージでこれら岩作を制作し、一作あたり9000ドル以下でロザレスに引き渡し、ロザレスはこれを数百万ドルでノードラーに販売していた。 2011年11月28日に、ノードラーはビジネス上の理由により永久に閉店する。これは贋作販売にまつわる裁判とは無関係であると声明発表した。2012年までに FBI は調査結果として、グラフィラ・ロザレスは、ノードラーに最低でも2ダースの絵画を供給したとしている。ロザレスは当初、誰も騙していないと言い張った。 だが2013年になって60以上の岩作をニューヨークの2つの画廊に販売し、さらにマネーロンダリングや脱税行為をも言っていたことを認めた。スペイン人の歌唱ホセカルロス・ディアスとその兄弟ヘへずすアンヘル・ディアスも米国連邦地裁に詐欺容疑で起訴された。ディアス兄弟はスペイン国内で逮捕され、2014年に保釈された。2016年、 スペインの裁判所は、ヘズスを米国に引き渡すことを決定した。だが同じ年の末、ヘズスの兄であるホセは健康上の理由により、米国に引き渡すことはできないと再決定した。偽造を行った、ペイイコールシェンキアンは起訴されたが中国に逃亡した。2003年、ゴールドマンサックスの重役ジャック・レビィは、題名のないジャクソン・ポロックの絵画を200万ドルで購入したが、 国際美術研究財団にこの作品の鑑定作業を辞退されるに至り、支払った金銭を返還するように求めた。画廊が2011年11月に閉店する前日、ベルギー人ヘッジファンドマネージャーのピエール・ラグランジェが自身の購入したジャクソン・ポロックの絵画について訴えを起こした。ラグランジェはこの絵を2007年2700万ドルで購入したが、その際に ポロックのカタログレゾネの補追版が近々発刊になる予定であり、当該絵画はそれに収載されると言われたと主張した。しかし実際には、そのような追補版発行予定はなく、また、試験を行ったところ、使用されている絵の具からポロックの死後でなければ入手できない成分が見つかった。2012年に時段が成立した。2012年、ドメニコでソルトその妻エラノアは、 2004年に無題1956年と称するマーク・ロスコの絵画を830万ドルで購入したが、これが偽物だったとして、ノードラー紹介とアンフリードマンの両方を被告として訴えた。ソルはアンフリードマン個人とは2015年2月7日に、自断したが、ノードラー紹介とは裁判中である。ウォール・ストリートの重役であるジョン・ディ・ハワードは2012年、 ノードラーと全重役のアンフリードマンを2007年に400万ドルで購入したウィレム・デ・クーニングの絵画が偽物だったとして訴えた。2015年12月に和解した。2012年、ゲッティ研究所はノードラーの1850年から1971年までの古文書を買い取ったと発表した。ゲティはこれの一部をデジタル化し、オンラインで閲覧できるようにした。 タイトルを含む参照専用ライブラリーは、同年1月に分離して、買収済みであり、アーマンド・ハマーに買収されるまでの期間の画廊の運営に関する完全な文書資料となっており、商売の記録、顧客や芸術家、及びノードラーのスタッフとのやり取りや、顧客のカードファイルと、作品、写真、印刷物、珍しい書籍類、18世紀の販売用、カタログ、 画廊の設置計画などを含んでいる。ありがとうございます。